上に落ちてね。どうも、都会漁師京介です。最近はですね、本当に魚全く取れないです。毎日赤字。その中ですね、久しぶりにちょっとブリの数がある程度まとまったので、ブリの船上生き字引きを使って締めてみました。その動画を押さえましたので、ぜひ見てください。どうぞ。
ますかい。多分これイカしかまん。
目のもおる、アロンさん。全部じゃないさ。あ、頭のところから行く。歩くだ。何が多い？第1番2番ぐらいにしとく？ブリの仕分け？なんか行きたい。でもまあたまに行ってとこ。マキちゃんも行ってもらうで。あんたちょっと覚えなあかんやり、大きいの作業、棚は付け替えとか全然行ったことないやり。まあ そんなにはね覚えなあかんこともあるで。高いね。高い？今5、600円するもんね。いや、1匹じゃない。1匹、どうやろ、1匹ぐらいするか。そうやろね、1キロぐらいやったら。1キロもないか、800g、400円。生け締めのとこに入れてるやつはもう生け締めやろな。生け締めだけど、こんなんやちょっとこっち行くね。せーの、ドンパクや。ドンパクばっかや。さあ、ドンちゃん流すわ。ちっちゃいの取る。ちっちゃいの取る。シビだけ。はい。はいよ。シビだけ跳ねるぞ。はい。アジャあったね。アジャあれあれあれ。大きいのはちょっと別にしてほしいな。これダイやな、はい、うん、でこんなん普通やろ、ね、わらさんも別にしてほしい。何、うん、ね、これ大きいよりも上るかな。小さいよく当たるな。それどうしよう。水槽2つにしてもいいし、分かりにくいやつ。あれも、もう一個余っとるもんな。うん、大と普通で二段で行くかい。はいはい、無理だ。これ中サイズで。大丈夫かい？